金目当てでもなければ恨みでもない。単に殺したくて殺したな。それでお前は俺がイタチを殺さないように見張りに来たのか。他に感知タイプがいないから。やった、邪神教に入らねえか。邪神教？そうだ、邪神教だ。そう、どうだ、素晴らしい教えだろう。入る気になったか。俺は邪神様に祈りを捧げてるだけだ。お前も邪神様に捧げるしかねえようだな。揃いの服着て楽団か、音楽ユニットか。そこな、鬱陶しそうなのがベースで、姉ちゃんがボーカル兼キーボード。いや、ボーカルはそっちの兄ちゃんか。逃がすかよ。痛えじゃねえかよ。おう、もう死ねえ。てめえよくもやってくれたな。自分の受けたダメージを血をなめた相手にも与えるんだ。だが不死身のわけはわからない。なんで冗談だろ、断る。暁だかなんだか知らねえが、俺には邪神教の布教という使命がある。あなたのその使命のためにも。邪神教の布教はこれまで通りやらせてもらうぜ。まさかお前が俺の相棒とはな。それこっちのセリフなんだよ。俺をイラつかせるな、殺すぞ。だから殺してみろってんだ。お前の心臓は欲しい。